ここは淡水礼拝堂です。綺麗ですね。どんな建物なんですか？台湾で最初にできたキリスト教の教会で、赤いレンガが特徴的なんです。とても歴史がある場所なんですね。そうなの。しかも1891年に建てられました。そんなに昔の建物が今も残っているんですね。時計台のステンドグラスが綺麗ですよ。そうなんですね。ぜひ見てみたいです。ここは淡水駅からもとても近かったですよね。歩いて10分くらいで着きましたよね。はい。この辺りには他にも有名な観光地がたくさんあるんですよ。何か美味しいものはありますか？ちょっとお腹が空いてきました。近くの淡水ラオチエでは美味しい食べ物がたくさん売られています。何がおすすめですか？そうですね、私はプチョウピンが好きです。どんな建物ですか？中にお肉が入っていて、焼きまんじゅうのような食べ物です。プチョウピンという名前だから胡椒の味がするんですよね。そうです。とても香ばしくて美味しいですよ。人気なんですね。ぜひ食べてみたいです。